A5527SA は、産業電機が開発し、KDDI 及び沖縄セルラー電話の au ブランドで販売されていた CDMA1X の携帯電話である。エントリーからミドルユーザーがターゲットの薄型携帯である。ハード面、ソフト面とも同社製の A5522SA の機能をほぼ踏襲しているが、新たにグローバルパスポートに対応し、 国際ローミングが可能となった。機能はそれほど多彩ではないものの、e ージー着歌、e ージームービーをはじめとする AU の基本的な機能に、加え、ジュニアモードや防犯ブザーなどのティーンユーザー向け機能や、8桁ロックナンバーといったビジネスユーザー向けのセキュリティ機能、さらにカメラ OCR 連動の英単語辞書や、FM ラジオも搭載している。 なお FM ラジオはアンテナを本体に内蔵したことによりイヤホンを接続せずとも本体スピーカーのみでの聴取が可能となった。また、2005年10月以降の機種では珍しく回線交換方式のデータ通信やファックス送受信などの機能も搭載し、さらに CDMA プリペイドにも対応していた。ありがとうございます。